いや、ちょっと待って待って。ちょっと待って、え？これ遭難した？え？ちょっとこれ、本当に遭難した？え？ちょっと待って。ほら、もうこんな感じでさ、もうほらほら、もう、結構すごくないですか？道が。虫多い。おい。虫が多いんだよ。あとね、なんか地図がね、何もないんで、どこ行けばいいかね、わかんない。坂もすげえな。そんな僕、登山とか、するようなね、洋服でちょっと着てないんで、本当になんかもう、このさ、GU のね、安いさ、これ見る？この GU の、なんか、厚底シューズみたいな、なんか今流行りのね、厚底シューズ、なんか2000ぐらいの、それでね、来たんで、普通にね、もう、ね、うん、ちょっとね、もう、歩くのだるいんで、走りますわ。よし、気合入れます。3、2、1、もうこういうのもういいよ。もうこういうの面白くないよ。うん、最近ね、裸でさ、なんか風呂入ったり、なんかね、裸ですね、なんか海とか、なんか森林でタコ踊りしてたから、視聴者層がさ、9割、男性になったんですよ。本当にもう、前までさ、結構女性多かったんですよ、正直、最初の頃。なんか6割ぐらい、女性いて、で、しかも、10代から、もう50代ぐらいまで、もう幅広かったんですけど、もう最近はね、もう、9割、男性、しかもみんななんか、2、30代。あ、もう本当にね、オワコンなんですよ。だからもう、もう最近の動画ね、見てもらう方、見てもらってる方、僕もう女性に媚びてないです。うん。昔はなんか、ね、大カニのお料理クッキングとかいうバカ寒いね、クソ寒動画。なんか、はい、始まりましたみたいな。ね、お料理クッキングレースとか言ってなんかさ、気持ち悪い。なんかね、感じでやってましたけど。いやもう、女性見てないんだから。もういいよ。ちょっと待って。だるいわ。無性石。ちょっと待って。いや、思ったよりきついな。ええ。ちょっと帰りはもう、バス乗りますわ。いやもう、きつすぎる。普通に。僕もっとなんか、高尾山みたいな感じで、結構ほら、塗装された、ちょっと待って。本格すぎない。よいしょ。あと、怖っ。やばくないっすか？怖っ。ええてか、よし、やば、足元注意。この先、狭し。狭しって。いや、やばいやばい。あ、これ落ちたらこれ死ぬわ、普通に。うん、まあ別にまあ今死んでもね、もうなんか、たまにね、今なんか、例えば、なんか、次の日、亡くなっちゃうとか、朝起きて、亡くなっちゃうとか、そういうなんか映画あるじゃないですか、そういうドラマとか。僕最近なんかもういいやって、なんか、なっちゃう時もあるんですよ、たまになんか。メンタルがね、良くない時。うん、まあでもね、まあ、たまにこういうところ、気分転換に行って、ね、舞台にも、ライブにも、積極的に出て、ね、頑張んなきゃいけないと分かるんですけど。お、これなんだ、神社がありますね。神社。うん。あんまりあれか、こういうの映さない方がいいっすよね。うん。はぁ。ちょっと待って。だるいって、マジで。うわ、最悪だ、もう。GU の靴が、結構、2000円ってね、芸人からしたら、結構なお金なんですよ。うんね、まあ、社会人やってた頃とか、ね、周りの、ね、同年代の方とか2000円とか、別にね、みたいな感じであれだと思うんですけど、まあ、僕からしたらね、2000円ってね、まあ、一般の方が思う、どんぐらいだろう。まあ、5、6000円ぐらいなんですよ。うん、だから、ね、本当に、まあ、何言ってるのかわかんないんですけど、とっか今こんな感じですね。これめっちゃ高いんですよ。これ下ね、めっちゃ高いんですよ。これわかるかな、みんな。いやー、ちょっとね、まあ、前編後編以上に多分ね、これ長くなりますわ。うん。さっきのね、おっちゃん編もね、まあ、ちょっと
作るかもしれないんで、そう考えたら、うん、あ、でも、なんかちょっと頂上っぽくなってきたな。うん。いいね、小鳥のさえずり。いや、マジ。今8時なんですけど、8時にね、こんなことしてるね、29歳。ね、なんか、やばいっすよね。普通、なかなかいないよな、29歳で。なんか気候しながら山登ってね、なんかさ、うん、マジカルラブリーの野田クリスタルさん、本当にここ行ってんのかな、本当なのかな。まあ、たまにツイッターとかでなんか写真アップしてるの見るんですけど、本当にこれ登ってんのかな。そんぐらいね、結構きついと思うんですよ。うん。え、ちょっと待って、これもしかしてさ、これさ、これなんか違うコースかな、これ。え？これもしかしたら違う道じゃない、これ。だって一向にさ、さっきのおっちゃんが教えてくれたあの神社全然ないんですけど。え？え？ちょっと待って、これもしかしたらなんか本当に登山を楽しむ人が行く道？え？多分ここで僕普通に遭難したら多分助かんないと思うんですよ。そんぐらいのなんか、ほんと険しさ。いやー、ねえ。まあ、でもね、体力はね、結構、一般的な29歳に比べたらね、ある方だと思うんですよ。うん、ね、僕、酒飲まないし、タバコも吸わないし、飯もね、暴飲暴食しないし、結構ね、まだ頑張ってば、若い方かなと思ってるんですけど、まあ、いやー、ねー、だってなんか、たまに、同級生とかさ、そういうなんか、学生時代の友達とかと会ってさ、なんか、太っちゃってたりとか、ねー、なんか、ちょっとなんか疲れてたら、まあ、嫌じゃないですか。嫌っていうか、ねー、まあ、疲れてるぐらいね、まあ、それは仕事とかさ、頑張ってるかもしれないんですけど。いやー。いや、ちょっと待って。え？え？ちょっと待って。え？これ遭難した？え？ちょっとこれ、本当に遭難した、え？ちょっと待って。ママ！ママ！ママ！だるすぎ。二度と行かねえわ、普通に。ちょっとだるすぎるわ。さっきおっちゃんがさ、この時期は暑いけど、また、春になったら桜すごいし、秋になったらね、ほら紅葉とか、ね、もうすごいって言ってたんですけど、もう絶対来ないわ。だるすぎるわ。ちょっと待って。もう、待って。俺もう30分ぐらい歩いてるんですよ。ちょっと待って。まあ。俺スピードやべえな、俺。やっぱ足早かったんだよね、普通に。足早いし、体力僕結構すごいんですよ。いやー、ちょっと待って。一旦なんか休憩スポットみたいな。はぁ、あ、はぁ、あ、多分これで下山したんですよ。登って、また下降りて。だから、神社はね、多分全然違う方向だわ。いやぁ、ちょっと待って、人いるかな？ママー！ママー！いないな、誰も。はぁ、あ。うわぁ、来ました。吊り橋ですね、今度は。うん、やばい。うん、吊り橋。日本一ね、壊れそうな吊り橋。マジで。すごいっすよ。うん。あ、待って。なんか、道がある、地図。え、なにこれ？群道バス停？え、バス停？え、バス停なのここ。どういうこと？もう、また森？もうまた、行って、もう、また森じ。もう、どこに繋がるのか分かんないのが一番怖いんですよ。
だから、ね、僕さっき Google マップ今開いたんですけど、マジでその道とかがないところに僕位置されてたんですよ。わかります？ポツンって緑の中にいるみたいな。もうちょっと待って、もうこんなに帰りたいと思ったの久しぶりですね。いやー、ついにね、ついにこのね、この脇道から道にね、道に帰ることに成功しました。いやー、でもね、人誰もいない。なんかオレンジレンジの PV みたいになってる。オレンジレンジのね、絆みたいになってると思うんですけど、ちょっとここからね、どうやって行くのかわかんないんですよ。もう帰りたい。もうちょっと待って、帰ろうかな。もうちょっと日もね、暑くなってきたし、いやー、ちょっと今ね、道にね、この車道に待てたのはいいんですけど、本当にね、ちょっと待って、ここからどうやって行くのかな。じゃあ、ちょっと待って、ここ道に出たのはいいんですけど、本当に、こっからどうやって、ちょっと待って、本当にどうやって帰るんだろう。ちょっと待って、